皆ささんんんこにちは池さんです先週あたりに突然、えー、発表しました二拠点生活ってことで、えー、この週末にかけていろいろと、えー、公開させてもらったんですけども、えー、僕らがやろうとしていることはどういうことかっていうと、えー、来年の冬ね1月から3月いっぱいまで いわゆる学校でいう3学期の間、この冬の間を日本の豪雪地帯の一つでもある新潟県湯沢町っていうところね、越後湯沢で生活をしてみたいなと思い立ちまして、で、それで今年の5月ぐらいから一気に動き出しまして、まあ今日、今日に至るっていう感じなんですが、やろうとしていることはどういうことかっていうと、 読んで字のごとく二拠点生活で冬の間だけ、えー、北国雪国である湯沢町に住んで、えー、スキー雑米な生活をね子供たちに体験させてあげたいなと思って今回初めての挑戦ということで、えー、いろいろ話を進めてますでちょっと特徴的なのが子供たちを地元の小学校に通わせたいと思っているんですけども。 ここちょっとハードルが高くて、えー、本来であればその土地に住民票を移さないと基本的には地区町村の,こあの公立の小学校学校っていうのには入れないっていう、まあ、基本的なルールがあるんだけども、えー、そこで僕たちが相談してる内容 といううのは何かっていうと住民票を移さないで、えーと、僕、千葉県の松戸市なんですけども、も松戸に残したまんまで、えー、3ヶ月間、3学期の間、短期で学校に通わせてもらえないかということを相談してきました、でこれどうしてそういうことをするかというと、まあそうなんあの、当たり前なんですけど、住民票を移動するっていうのは、もうかなり負担がかかるんですよね。 例えばだけど保険証を切り替えたりとかそれから免許証もっていうのかな手続きをしなくちゃいけなかったりとかそれから税金の払い先が変わってしまったり今、銀行引き落としとかにしているものとかいろいろ生活面で住民票を移すっていうことをするだけでかなりヘビーな作業が増えてしまってでこれをこの住民票を移さないといけないっていう問題を もっと、えー、ライトにクリアすることができれば今、えー、多拠点生活とかそれこそ二拠点生活デュアルライフそれから、えー、パラレルキャリアなんていうキーワードで新しいライフスタイルを挑戦してみたいと思っている若い人たちとかあ、まあ、若い人に限らずそういうライフスタイルに挑戦したいと思っている人たちの ハードルになっていることも一つ否めないかなと思ったんですよねなので住民たは住民票は,民票は、えー、残したままなんですけども公式の小学校に通わせてもらいたいですという相談をさせてもらってましたそれに、えー、湯沢町の教育委員会が、えー、許可をしていただけたということで、えー、今回のような話が進んでますで えと実際にね、僕たちもまさかこんな豪雪地帯の雪国で、えー、生活を始めるっていうのは、過去経験のあることではないので、まあ、僕はあの北海道に住んでたことはあるんですけども、家族としては初めての経験になるので、えー、いわゆるこう首都圏である松戸とは全く違う環境で、 子どもたちを育ててみたいなという僕たちの新たな挑戦に対して、えー、いろんな人たちのご理解とご協力があって今一歩ずつ前に進んでいるという状態ですそしてですね、えー、とこの住民票を移さないで2拠点生活をするっていうことは、まあ、僕らにとってはすごく大きな手間が省けたりとかメリットは大きいんですけども、まあ、移動してくる湯沢町としては 特に定住するわけでもなければ税収になるわけでもないのであまり僕らを受け入れるメリットっていうのはないと思うんですよね。でも、そこではなくて、えー、いわゆる僕たちが挑戦しようとしている新しいライフスタイルっていうところの提案、相談にすごく共感していただいてぜひ湯沢町で実現してくださいという形で、えー、応援をいただいております。なので えー、まずはね僕たち夫婦がもう20年以上通っているなじみの深いこの町湯沢町で、えー、まず、えー、初めての2拠点生活っていうのを実現したいなと思っていますでね実際やってみないとわからないことが多すぎて、まあ、うまくいくのかいかないのかとかっていうのも全く未知数の中でで つい今年の5月に思い立って速攻行動を起こしてこんなスピード感で進んじゃってはいるんですけどもまあ不安な部分も正直たくさんあります実際には拠点を変えたことで今と同じように仕事をすることが本当にできるのかなとかそれからそもそも仕事をもらうことができるかなとか本当不安な面もたくさんあるんですけどもでもね 人生楽しんだもん勝ち失敗したって何したってやったもん勝ちなんすよ楽しんだもん勝ちなんすよ僕のポリシーについてくれば間違いなく家族も楽しい生活を送れると思っているので、まあ、まずは僕がね先導してこの二拠点生活っていうのをこの冬に実現したいと思ってますで、えー、既にね二拠点生活を始められてる方やこれから実は二拠点生活みたいなのを家族で え、やろうと思ってるんだなんて方がいたら、ぜひね、情報交換とか、それから、お互いに相談とかできたらいいななんて思ってるので、興味持っていただけた方は、えー、コメントとかいただけると嬉しいです。まあ、何よりも、えー、この動画を見て、これからの僕たちのライフスタイル、二拠点生活を応援してもいいよと思われた方は、高評価を、そして、チャンネル登録、ぜひ、 お願いします。というわけで、え未、ー、拠点生活に向けて、またいろいろと、えー、進展が、進捗があるたびに動画で報告していきたいと思うんですけども、まあ、ここからしばらくはまたいつも通り、車中泊とサーフィン、アウトドアの動画を主に作っていきたいと思いますので、まずは、この夏をね、皆さん、思いっきり楽しみましょう。 というわけで、二拠点生活の実現に向けて、頑張っていくので皆さんを応援してくださいという報告でした。バイ。